2018シーズンの明治安田生命サッカー J3 リーグの第29節です。リーグも最終盤へと入ってまいりました。それぞれの目指す最終目標に向かってラストスパートです。ゴールキーパーが堀田、ディフェンス右から茂木宇佐美、坂田、そして若狭、中盤に二宇戸と石戸を予想しています。2列目に真ん中橋本、右に池田、左樋口、最前線に田村というフォーメーションを予想しています。監督は田坂和明監督です。キーパーが井上亮太、そして最終ライン3枚が甲斐、内山、井上力と、中盤の底にカニと星野、右に上松、左に出場停止明けの魚里です。最前線がブラジル人トリオ、レオナルドを真ん中にしましてフェルナンジーニョ、そしてビートル・ガブリエルです。動きながら出しどころを探します。ここに井上力と、左サイド、ここはオフサイドなし、中に折り返してこぼれてシュートは先制ゴールは鳥取、得点ランクトップのレオナルドがこぼれ球反応しました。立ち上がりは福島ボールだったんですけれども、その後今度は鳥取のボールになって左サイドから最後堀田も手を伸ばしてワンタッチ、しかしこぼれたところレオナルドが反応しました。これで今シーズン19ゴール目です。あっとちょっとゴール前ミスになってレオナルドのゴール、今日2点目。福島の方がちょっとディフェンスのところをうまく呼吸が合いませんでした。そこを見逃しませんでしたレオナルド。そして鳥取の攻撃、これでついに大台20ゴールとしましたレオナルド。福島の方は前節の群馬戦で、敗れはしましたが一つ内容手応えをつかんできたというふうに田坂監督も話していたんですが、今ゴール前でニュードが倒れています。そしてイエローカードが提示されています。甲斐にファール、そしてイエローカードが提示されまして PK。 さあキッカーニュード、キーパー井上亮太、ニュードの今シーズン6ゴール目決まりました。2対1、福島再び1点差とします。ニュードが高い、橋本、樋口、ニュード、田村、左抜け出す、中に進入、ゴール前、もう一回押し込む、橋本拓人の同点ゴール、2対2、福島追いつきます。一気に同点まで持っていきました福島ユナイテッド FC です。ニュードの PK、 そしてここも左サイドよくつなぎました、樋口、ニュード、田村、スーッと樋口がゴール前に上がっていきますが、池田に通ってシュート、決まった、高卒ルーキーの池田の J 初ゴール、19歳の池田がゲームをひっくり返します。3対2、福島逆転。柔らかいボール競り合った、同点ゴール、3対3、鳥取追いつきました。甲斐のゴールで、さあセットプレーで鳥取同点。
ちょっとパスミスになる。鳥取ボール、残り10分、フェルナンジーニョまだ切り味衰えず、このゲーム終盤、中に入ってきた、レオナルド、ハットトリック3点目、そして鳥取が4対3。これで今シーズン21ゴール目。4対3打ち合いとなりました。このゲームレオナルドの3得点、そして甲斐のクラブメモリアル300ゴール、この4つのゴールで鳥取が勝ち点3、アウェーの地で掴みました。一方の福島の方はこれで4連敗、8試合勝ちなしという苦しい状況に追い込まれます。